岡谷太鼓祭りは、長野県岡谷市において、毎年8月13日から14日に開催される市民祭、夏祭り。日本の屋根から世界に響けをモチーフとし、市の内外から数多くの和太鼓チームが参加、名物となった300人のソロ誘致は圧巻である。数え7年に一度、虎年と猿年にのみ行われるお柱祭りを除けば、 岡谷市最大の祭りと言ってよい。太鼓祭りという名ではあるが、三越、長持、等も、市内を練り歩き、近年では、港井和坂という踊りも祭りの一部に、組み込まれるなど、多様化が図られている。初開催は、1969年。五諏訪太鼓の宗家、小口大八を中心とし、天皇森広場付近にて、地域活性化を目的とし商業祭として、 開かれたのが起源となっている。この際、ゴスは大鼓の指導のもとに結成されたのが、岡谷大鼓保存会である。岡谷大鼓保存会には、現在約30チームほど所属しているが、近在の企業内や、地区の育成会など各所に、大鼓チームがあり、有志によって結成されたチームもあるなど、地域生活の中に大鼓が溶け込んであり、大鼓を通じた、 地域活性化という当初の目論見みは大きく成功したと言える。なお2006年の太鼓祭りは豪雨災害の影響で中止となった。ありがとうございます。